サンジミニャーノ1300はサンジミニャーノの歴史的中心区にある歴史、芸術博物館である。開館は2010年2月。ガムッチグとフィカレッリグの建物を利用した床面積800平方メートルの館内に中世サンジミニャーノの歴史と芸術をテーマとした展示品が陳列されている。館内は10の展示室に分かれ、フランチジェーナ街道をはじめとする中世の 巡礼ルートに関する展示、中世の市街地と農村における職人の生活風景を再現したミニチュア、14世紀のサンジミニャーノの街を100分の1、スケールで忠実に再現した巨大ミニチュアなどが展示されている。14世紀初頭に画家メンモディ・フィリップッチョがサンジミニャーノのポデスターグルナブに制作した有名なフレスコの部分をテーマとしたコーナーもある。彼の作品は、 独立した中世都市であったサンジミニアーノの姿を細部に至るまで明瞭に伝える貴重な資料となっている。2011年1月には聖フランチェスコ修道院のミニチュアの展示も開始。同修道院はかつてサンジミニアーノ郊外にあったが16世紀の城壁拡張工事のために完全に取り壊された。見学コースの最後にはエンリー・コグエッリー2の水彩画を展示。 サンジミニアーノとその一体の歴史、エトルリアの時代から現代に至るまでの歴史における重要な場面が描かれている。2011年、サンジミニアーノ1300は、イタリアユネスコ国内委員会の講演認定を受けた。これは、同博物館の教育事業、ストーリア、アルティ・トロディッツィウネの教育的価値が評価されたため、サンジミニアーノ1300で、ラ・チステルナ・広場 ありがとうございます。